ヤガチャガチャンネル。あー、レベリオ。石動乱を作った場所なのかな。石動乱はここで古代魔術を練習したんだ。最後の3枚目。どうして私はこんなに間違っていたのだろう。校長は助けてくれない。分かってもらおうと頑張った。でも他の人と同じで私のできることの可能性に目を向けてくれない。もう誰にも頼れないことが分かった。でも今まで以上に強力な魔女になれた。自分がやってきたのはおかげだと分かっている。守護者と違って私は自分の魔法を眠らせたままにしない。あのバカバカしい名前が嫌いだ。自分のためだけに力を守護することが賞賛に値するはずがないのに。正直に認めるけれど、自分の活動を分かち合える相手と生きているうちに出会えるか、生きているうちに出会えるか疑問に思い始めている。もし無理ならばいつか誰かが追いかけるための足跡を残せただけでもよしとしよう。学びのある足跡。私ができないことをやってのけるかもしれない。世界を治癒してくれるかもしれない。レベリオ。僕が見た記憶では守護者と石ドーラは古代魔術の使用で意見が合わなかった。彼女の記憶を覗けたらな。いや、にしてもって感じはありますわね。部屋を調べる。まだ調べるものがあるってことかな。さて、あった。最後の3枚絵だ。おお、やったよ。こんな秘密を隠さなくてもよかったのに。僕が見た記憶では守護者と石堂らは古代魔術の使用で意見が合わなかった。でも自分の話をこっそり残すのにどうしてあそこまでしたのかがわからないんだ。彼女の記憶を覗けたらな。そうだね。で、3枚絵を完成させればもっとわかるかも。とりあえずね、ここにあるものを回収したいわけですよ。あれ、さっき箱対応した気がしたんだけど、どと50、60、53、レベルが装備できないけどすでにいらないからもういいね。ね、ずいぶんね、装備品欄はね、最近はもう私が勝手にチャカチャカやってたのでね、なんか久々に多分配信しながら開いてる気がするわ。さあ、というわけで魔法の通路を利用しよう。地下制度。さあ、3枚絵が揃って何になるのかっていう話なんだよな、ポイントとしては。さあ、3枚絵はとてつもない旅に連れて行って。いよいよだね。もったいぶらないでいいから早く置いてくれよ。おめえが喋ってる間起きねえんだよ。さあ、ん、あ、憂いの震いだ。これが目当ての。どうだろう。今のは調べてみようか。兄さんは生き返らないけど、苦しみは和らげられる。さあ、座って。石ドーラ、私たちは君に聞きたいことが。いいわ、見せたいものがあるの。父さん、ホグワーツの同僚よ。一回見たわな、これな。兄が亡くなってから喋らなくなったの。今回の旅で昔から思っていたことを確かめられた。私たちには苦しみを取り除く力があるのよ。石堂ら、なんということを。消したわ。ありがとう。
どうだ？上出来よ。当然、ゴブリンの銀だぞ。もっと大きいのは必要よ。わかった。何を隠すのか知っておいた方がいいんだが。魔法よ。痛みを消す呪文の副産物ね。でも正しく使えばその力でもっと素晴らしいことができるはず。そんな魔法をなぜ隠すのだ？みんなの理解が得られるまで安全なところで保管しておくだけ。こういう力は危険視されるから。人を選ぶ力かもしれんな。そうね。でもいつか役立つ。痛みを消してた。やっぱりな。アンを助ける方法は。そこに行くのか。セバスチャン、何か変だ。何がだ。君も今のを見ただろう。記憶じゃなくて肖像画だよ。イシドーラがいなかったのは出てこられなかったからじゃないかな。話が見えない。見たことある景色だった。フェルドクロフトにあった傷ついた絵、あれだよ。じゃあ誰かが魔法のキャンバスを傷つけたんだろう。でも記憶は見つかった。うん、そうだね。彼女は見せたかったんだ。自分はこんなことができる、君にもできるって。でも彼女がどうやったのかわからない。なら覚えればいい。守護者に教わってさ。教えてくれるかな。守護者によると痛みを消す魔法は難しいし予測がつかないものなんだって。たとえ使えたとしても制御が可能なのか。可能なら君は全ての試練を乗り越えたんだ。合格ってことだろう。君なら使いこなせる力があるんだから。頼む、守護者と話してくれ。僕のためじゃない、アンのために。帰ったんじゃないのこれ。イシドーラを黙らせたかったのかな。なぜ肖像画を破壊したんだろう。なるほどね。やだよ俺アン救うの。やだよ、先言っとくけど。痛みがあってこその人間だろうがよ。いやーしんどくなってきたな。ナティと話すか。海岸沿いの鉱山でランロックのドリルを一つ見つけた。破壊するつもりだ。もう説得を試みるのは嫌になってしまったよ。一緒に来てくれるなら歓迎する。だが来ないのなら戻ってから報告しよう。渡したいものがあるからな。行きます。ロド国は危険な状況に陥ってる自覚がない。見つけなきゃ。そんなもん。なクエストが新しいのがあって、ロドゴと協力してランロクの計画を阻止してる。そっちが先か。鉱山の入り口を探す。じゃあ次はこっちやってこう。さて鉱山の入り口を目指すなんですが、もう目と鼻の先よね。ねえこれのこと。さあ20、あ、これじゃない、これじゃない。中にランロクの信奉者がいるかも。気をつけよう。ね、気をつけようなんて言いながらね、めちゃくちゃでけえトロールの上通過してたけどね。ロド国が見つからない。きっともう中にいるんだ。あ、ちょっと待って。金、あ、一回帰るからもう一回来るね。帰ってこれたぜ。あーっと、そこの、それ取れてね。あーやっぱ未確認のってのが増えてくんね。で湾岸線の鉱山、うん。さあ洞窟って感じだけど、ランロクが、あ、これ多分帰り道だな。
蘭六たちが作ってるものとかがお目見えする感じもあったりするんだろう な, 大きな鉱山だな。何かがおかしい。蘭六の信奉者がたくさんいる。油断したらダメだ。油断したらダメだ。一体一体ボコボコにしていかないと。ボコボコだよ。はい。で、レベリオチャンスは言うほどないのか。で、洒落た血統用手袋だけど低いと。ん？これで鉱山の奥まで行けるかも。何これ。おお、グリンゴッツだな。でも今回は僕が操作する。どういうこと？なんか求められんの？何かがおかしい。どこまで深く入っていくんだ。はかどったってランロクが喜ぶ。おお、誰だろうね。そろそろ終点だね。すげえ。パート何ぶりだよって感じだもんね。あれ、ああいうの乗ったのね。で、まあ金がありゃ金を奪うところから始める。ウィゲンウィルド役。うん？誰？倒れてる？あ、違う、巻き替え。びっくりした。で、火が通って。そうね、あたかもそれを引っ張ってほしいかごとくの。で、待てよ、いろいろあんだよな。ちょっと待てよ、これはさっきそこで熱したのが上にあってそっち側だから、要はなんとかしていかなきゃいけないからこっちでいいんだね。で、よいしょ。危ない、走ってない。あー、びっくりした。まあ、とりあえず移動して、さーて、金か、金とメガネ。さあ、そこに何体かいらっしゃるのはもうやっていくしかねえかな。よろしくな。えい。さあ、ゴブリンが多いこと。まあしょうがないよね、そういうダンジョンだもんね。んで、うん、何今あれは一回引っ張って、で、ここを登る感じよね。まさかのポピー。ドランが話してたムーンストップ、その近くじゃないかな。なるほど、まあ行き先がもう見えたってことね。で、レベル36か。いや、どこかでね、アロホモラ頑張んなきゃいけないのは自覚はしてるのよ、自覚は。めんどくさいじゃない、そういうね。え、なんか、あ、上の階かなんか、なんか敵のアイコンはすげえ出てるけど、フィグの話してたな今。さて、まあとりあえず回収できるものは着実に確実に回収させていただきつつ進んでいきましょうね。ロドゴクを見つける。あそこにいるのか。あそこにどうやって、あ、だからあそこになんか一本線みたいのが通ってるから、どっかから行けるのか。それが分かりゃ苦慮しねえんだけどな。なに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 。あ、これあれか、マンホールみたいな。だからこうすれば降りれるってことか。でも降りたら戦闘なんじゃないの。よいしょと。倉庫？倉庫かな。んで、まあアイテムとかはもらいつつ、ん？開ける。あ、ロドゴ君に近づいてきてんじゃね。で、またアイテム。もうあれだな、パラメーター上がるアイテムもらえることの方が珍しくなってきたな。あ、でもこれさっきんとこじゃねえの。ここ、あ、ぶね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 、投身自殺するとこあった。なーるほど。で、よいしょ、もう一回引っ張ってあげて、これでロドゴクに会えるのか。まあ見つかるはするだろうな。よいしょ、まあまあそこら辺は一掃していきましょうね。
蘭六がいる。蘭六自身がいるの？よいしょ。まあ、とりあえずね、まずは倒していきましょうよ。よし。さてさて、回復アイテムとかも出してくれるなあ。だからここまあメインシナリオとして重いのは重々理解するけど、そういう感じなんだろうな。で、あれ、一回火つけといて、他は大丈夫か？ん？すぐ裏側？あ、ここか。ここにアイテム、根っこ、未完成根っこアイテムですね。ん？それどこ？あ、降りた後か。じゃあまだ関係ねえべ。で、ロドゴクを見つけるためにはこれに乗るでいいのかしら？よいしょ。これでさらに仮想にって言いながら登っちゃってるから、もうどこに向かってるのか全然わかんないけど。いやー、でもこれ誰でも乗れるようになってるんですね。おお、鉄の扉にバンってなるのかなって、なんかバイオハザード4のやりすぎでちょっと一瞬うわってなっちゃったね。で、まあまあ、あ、違う、アクシオでドアが開くか。あー、これあれか、さっきのところの牢屋の内側だ。なるほどね。で、そこ開けて外、宝箱のためのドアだったの？そんなバナナ、え？これだけ？時間の対比効果が合わねえべさ。他になんか、このバルブハンデルも別にレベリーをしても光りやしねえ。外出た上で行けるところもない。戻るしかないか。迷子だ。あ、なんか先に行ければいいけど、バルブハンドルみたいになった。あ、エレベーターか。お、で金ばっかか。階段使って登ってってみたいな。さて、お、一つドリルが完成した。魔法界は崩壊することに。今すぐ動こう。ドリルを破壊して蘭六の信奉者を止めるんだ。なるほど。あー、でっけえのもいる。これちょっと大変な戦闘では。お、じゃあお前なあ、一瞬戦おうじゃないか。よいしょ。もうね、こういう時にね、便利なんすよね。よいしょ。で、なおかつ、もう打ち込めるものをガンガン打ち込んでいきながら、あ、そろそろ切れちゃうかな。まあ、切れるまでの間にね、いろいろできればいいし、甲冑トロール自体もね、よいしょ。氷好きには何人か、さすがにな。まあ、先にいろいろとぶつけたって、で、また溜まったら、うい。で、よいしょ。あそこにいるレンジャー邪魔だな。あれ倒してくれないけど、倒してくれないんだったらもうやるか。で、甲冑トロールさえ、やれればいい感じでしょ？どっこい、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 どっこい。で、一回ダメージ与えといて、おっと。またちょっと洗脳できるようになるまではね、時間が、はい、あるので。で、またやっといて。いやいや、もう、タイマンはね、これが楽でいいね。よし。もう、ガンガン撃っていくだけでいいので。よいしょ。で、まあ、ここら辺はなんか撃ってもあんまり意味ないんだけど、コンボがね、積み重なるから。よいしょ。とにもかくにもコンボを貯めてゲージを上げて無理やりぶっぱできるタイミング作っていくっていう感じ。ああ、今のストゥッピハイできたな。そう、黄色か青かをさ、即時に判断しなきゃいけないの大変だよね。うい。
あーそこから繋がんなかったか。でまた改めてインペリを撃って、よいしょ。でまあここら辺全部打ち込んで、で一気にまたパコスカ当てていく。いやいやいや、コンボが溜まっていくと、ね、ずいぶんね落としてくれるので、でここら辺で一発古代魔術打っといて、ただまだ足りなそうなので、よいしょ、そこら辺もね全部ちょっと補えるように動いとくと。そうなのよ、あーコンボ切れちゃったん。もうでもねこれで終わりと。それじゃゆっくりお休み。おー、ウェゲンウィルド薬使わなかったの、実績が解除できた、いいね。ね、特にここはない。んなんだこれ。あー待てよ、ほう、いっ、お、何今の、あの別にパソコンでさ録画してるからあれなんだけど、何今俺がこの柱壊そうとしてたの、録画できなかったのでこれで、どんがらがんがんしゃん、来たのか。いや、止めに来たんだ。何を持ってきたんだ。ありえない。今までずっとお前は。何かを知っていたのか。よせ。大丈夫？理解できないやつだよ。騙されおって。その魔女と対等だったとでも、他の魔法族と同じでお前を利用しようとしただけだ。ランロか、それは違う。若いやつらは特に嘘がうまい。嫌悪感を隠して接するよう教え込まれているんだよ。我々の祖先が信頼で結ばれていたとはな。今までずっと最後の保管所を探し続けてきたが、ブラグボールが書いた最後の日記は見つからなかった。時間を無駄にしてガキを追いかけたが、実の弟がアリカを知っていたと。だがもうお前は必要ない。もう誰も必要ない。これをお前に持ってきた。お前はゴブリンを裏切った。ロドコ君大丈夫？おお、されるなんてかわいそうなロドコク。だからあんなに頑張って説得しようとしてたんだ。マジか、死んだのか。